山手線の新駅ですね、高輪ゲート駅が開業ということで、山手線の思い出をなるほどあれそれぞれに聞いていきたい。結構いっぱいあるんですよ。俺はあるね。じゃあ言ってみるよ。言って上野。上野はなんか知り合いを迎えに行ったりとかするの。上野に迎えに行くんだ。東北新幹線とか、はいはい、上野泊まる。あ、北側そう通りますからね。なるほどね。逆攻めてみる。渋谷。渋谷はまあブイブイ言わせてた頃にね。新宿。それこそ俺とかリーダーはよく新宿集合で。あ、そうか、うん、新宿それがあったから。そっか、ビル前ね。新橋もあったじゃん。新橋じゃん、うん、新橋待ち合わせの時いつもうなぎ食ってたよね。懐かしい。出た。総武線はその山線の思い出とかはなんかある？我々はだいたい代々木に最初に行くんですよ。総武線組初めて出会う山手線はだいたい代々木です。あと秋葉原とかあっち側に行くとき、そう考えると山手線ってよくできてるよね。まあ中央線がさ、うん、真ん中ね、その真ん中に八王子の方とかからずっとバーって来てるわけじゃん、うん、でこう回ってるわけじゃん。で新宿と代々木止まって秋葉原も止まるって、この枠考えた人すごくない？もともとこの丸があってそこに沿線にこうな、俺何なんだ。意外と鉄道好きなんだよ。意外と好きなのか。さあ、それではご紹介いたしましょう。本日の対戦ゲスト、こちらの方々です。どうぞ。本日の対戦ゲスト、チーム M1 チャンピオン。いやー、ルイさん、これ揃いましたね。すごいチームです。揃いました。うん、我々が一番最初とおりました。初代。はい、次がね、アンタッチャブル。はい、すみません、2004年、2019年。はい、チャンピオンシーンのチャンピオンでございます。揃えてきました。改めてですが、初登場ミルクボーイさん、昨年の M−1 グランプリ優勝ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今長めの茶柱をいただきましたけども、ありがとうございます。ほんまに何個あってもいいですか。どうですか、この VS 嵐のスタジオの。いや、こんなスーツのおっさんが出ていいんですか。見たことないです。見たことないスーツのおっさん出てるの見たことないです。我々カジュアルなおっさんだから。完全におじさんですね。それでは我々嵐心と共に戦っていただきます。本日のファンサーゲストこちらの方です。どうぞ。ゲスト倉科カナさん、そして白石美香さんです。ハリセンボン軍団の皆さん、はい、嵐チームのガイド役、はい、どなたにしますか。私はね、さっきのね時に見逃しなかったんですよ。知念君一個も答えてなかったんですよ。全然届いてこないというか、何を言ってるか分かんなかったんですよ。知念君が言ったらいいんじゃないかなと思ってます、うん、これは。さあ、では知念さん、スタンバイお願いします。重要な役指名されましたが、僕あんまこっち見られないんですけど、ファンですよ。ファンが一人だけ見られるって。でみんな知念君の声を頼りにしてるんだから。そうですよね。ちょっと恥ずかしいですねこれ。では参ります。嵐チームのカタカナ嵐スタート。揺れる遊具。ブランコ。シーソー。声当てる。アフレコ。声優。違う。アニメ。ナレーション。おお、僕得意。はアクロバット。あ、雲のもの。スパイダーマン。打ち上げちゃうやつ。ロケット。松本さんすごい。おお、すごい。西洋で使われているあのひらがな的なやつ。アルファベット。キラキラ。星。スター。回る。照明当てる。ミラーボール。引き抜く。高校生引き抜く野球。ドラフト。揺れる。木漏れ日刺す。布。ハンモック。窓の。カーテン。ちゃんと回る。人生遊びで。ボードゲーム。ルーレット。歌う踊る。
ミュージカル？コンサート。お、愛し合う。そこまで。220ポイントです。ちょっと頑張れたか。一個怪しいのがキラキラ語がありました。ダメです。ダメです。これは限定になります。この歌のガイド役ですが。大野さんめちゃくちゃ受けてましたね。いきなりなんか入り出したから、うん、ちょっと気に入ってんなと思いながら。続いては高校ハリクリフクライムスタート。知念さんが軽やかにクリアしていったこの右側、桜井さんはどう攻略していくか。さあグリップを掴んで防戦どうか、体力を使い始めているか。さあそしてお台場のへそ10ポイント獲得。すごい体勢だ。大丈夫か。すごい体勢になっている。かなり体力を使っているように見えます。ただポイントはしっかりと獲得。ただ先っぽ先端30ポイント獲得していない。戻らないといけない、戻らないといけない。さあここでかなりタイムと体力をロスしている。先端を押していないぞ。さあピンクの顎に向かっていきます。序盤からいきなりのクライマックス。上がることができるか。ピンクの顎、さあ契約を破って登り切ることはできるのか。どうするどうする、迷いが見える。どうするどうする、何が起こった。どうする、ここでグリップを要求。残り時間は間もなく50秒。ここでグリップを差し込みます。何をするんだ、何をするんだ。ここからここから上がっていく。楽なコースを取りました。なんとかなんとか頂上に到達。なんとかクリアボタンを押しました。さあバービーを見つめて今降りていきました。残り時間が30秒しかない。さあ相葉さんはどれだけポイントを稼ぐことができるでしょうか。相葉さん急いでいる。お台場のバッテン、さあどうするか。ここからは何を捨てて何を選んでいくかがポイントになる。さあ土管の中は行かないか。上に行く、上に行く。さあクリアボタンを狙っていく。挟まった挟まった挟まってしまった。さあここからどうする、ここからどうする。そこまで。最後相葉さん挟まってます。嵐チーム得点は170ポイントです。何が起きたのか。桜井さんやっぱり契約があったんでしょうね。そうだね。いやちょっとね契約違反にしようかなと思ったんですけど、おい俺の筋肉がねちょっと筋肉がねこれ改めてやるとすげえ疲れるね。すごい辛いね。知念先輩そんな疲れなんでそんな息上がらずなんかみたいな、小野さん背中見てて楽しかったですみたいなノリなの。いやなんかジャニーズってこういうもんなんだろうなと思いながらやったんですけど、違ったんですよ。点差は現在705ポイント差。これかなり際どい点差です。そうだね、途中で終わっちゃうからね。かなり際どいよ。では参ります。ボンバーストライカー。スタート。さあ運命のボンバーストライカー野間内さんから投げていく。さあ入り乱れるぞ。残すは一品。二宮さん、これはしっかりとヒットパーフェクト。最初のターゲットはしっかりとパーフェクト取ってきました。さあ野間口さんが最初に投げて変則的なオーダーです。二宮さん、これは外れる。大野さん狙いすまして、さあパーフェクトなるか。松本さん、これは外れました。惜しい投球となりました。さあ前半は一気に投げていく。一気に減らすぞ一気に減らすぞ。残り一つだ。さあ大野さん行く。当たるかどうか。当たった。パーフェクト。3分の2がパーフェクト。会長に来ている。ここも倒れる。さあただ赤いピンあと一つ。これはどうか。大野さんピンアクションをしっかり使って倒してきた。チームとしては3つ目のパーフェクト。さあ5つ目のターゲットやってくる。岩田軍団に届くかどうか嵐チーム。さ
さあこれはどうするか。倒れませんでした。追い込まれた。さあこれは倒していきたい。パーフェクトを狙っていきたい。さあどうか。半分残っている。どうかどうか。これはどうか。倒れた倒れた。パーフェクト。最後パーフェクト。今田軍団との点差は705ポイント差。嵐チームの得点どうだ。740ポイントだ。というわけで本日の VS 嵐、勝ったのは嵐チームでーす。めちゃくちゃ嬉しい。初取りとしては志尊さんと同じコースを登っていきます。ここから志尊さんは右に移っていきましたが、松本さんもやはりここは右に移っていく。そしてこの5ポイントも忘れずに押しました。先の30ポイント。さあここまでは順調。あとは丸顎の攻略です。あっという間に丸顎まで来ました。さあフリップどうか。こちらは一発で通った。あとは一番高いところに今刺します。さあそして痛めている肩で上がっていく。これはいいタイムだ。これはいいタイムだ。上がった上がった。松本さんクリア。すごいタイムでクリアしました。さあそしてここからポールダンスをやっているユリアンさん。ユリアンさんです。壁までなかなか到達しませんでしたが、ここから登っていきます。さあユリアンさん、エレベーターをうまく掴めるかどうか。ちょっとエレベーターが上に行っています。エレベーターが降りてきて、これを両手で掴んでしまうとまた降りてきちゃいますが、あっとあっと、ポールダンスさながら同じところに帰ってきてしまいました。まだ掴んでいます。ほとんどまだスタート地点です。さあここからもう自力で上がっていきたいところ。お台場のバッテンに向かって、かなり表情が苦しそうだ。全然進んでいない。松本さんも下で応援しますが全然進まない。あっと危ない。落ちたらそこで終了です。危ない危ない。もう限界でしょうか。残り時間10秒。ほとんどスタート地点から動けませんでした。ユリアンさんが一緒に降りてくる。落ちてしまった。そこまで。嘘だろ。くそめちゃめちゃ面白いやないか。チームの得点235ポイントです。ちなみに松本さんはなんと45秒で攻略しました。いやいやいや、俺がどんだけ早く登っても無意味だったじゃん。いやいや、俺はもう究極のエンターテインメント見たと思った。まずだって登る前が遅かったもん。遅かった。もう一歩の一歩目でね、もうこっちみんな、あ、無理なんだ。いやでもさすがだね、やっぱポールダンスやってるだけあってすげえセクシーだったよ。特にあのエレベーターをポールに見立てたんです。松本さんはあの肩を痛めた順だったんですけど、私は顔を痛めた霞です。さっきのが面白かった。さっきのままで良かったよ。面白い。面白いよ。良かった。やめてよかった。すごい、もう本当に一番きてえなと思ったのは、自転車のパーツに例えるの。あったあった。サドルが誰とか。サドルはやっぱりどっしりしてるからリーダーですかね。こういうのよくやられてたから我々。意外とね。みんなやってんのかもね。まあ一個これ見て思うのが、俺が一夫多妻制を採用すれば全部丸く収まる。どんなシステム採用してるの。じゃあお父さんとお母さん4人いるってこと。嫁4人ね。嫁4人まあいいか。家のラグマットハートなんです。九州情報、今回の暴露に中村アナ悶絶。さらに私はニューヨークが大好きです。松潤のニューヨーク愛が爆発。では参ります。キッキングスナイパースタート。さあまずは
からファーストターゲット桜井さん左足で蹴っていきましたがこれは得点なりません。後藤さんあさっての方向だ。そして相葉さんが残っているこのターゲット向かって思い切りキック、壁にぶち当たった。やはり全力キックでした。倒れる倒れる。さあ残るはあと2つ。今尾さんが外しました。松本さんこれは惜しいキックになりました。パーフェクトとはなりません。3つ目のターゲット二宮さんが狙っていく。倒れました。ポイント獲得。後藤さん上に外す。相葉さん強烈キックパーフェクト。これぞ相葉さんという強烈キックでした。桜井さん左に外す。岩尾さん当たるがソフトすぎた。相葉さんの強烈キック。しかしポイント獲得とはなりません。さあ続いて5つ目のターゲット大野さん赤い缶を倒します。後藤さん左、相葉さん、さあいけるか。強烈キック抜いていった。パーフェクトとはなりませんが得点獲得。二宮さんもここは堅実に得点獲得。フットボールどうした。岩尾さん外す。またも相葉さん末っ子強烈キックは外して戻ってきた。そこまで。嵐チームの得点130ポイントです。あらまずいな、うん、だいぶまずい。150違う。嘘。こんなに楽しかったんだ。こんな楽しかったのにそれしか乗ってない。おいけ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 。何にも蹴んない。さあシューターはニュースのお二人。リハーサルの時にお二人とも心配されていたことがありますけれども。はい、このニュースの中で僕ら二人だけライブ中にぎっくり腰やったことがあります。ライブ中腰が弱い二人です。はい、さあ増田さん、はい、プライベートで仲がいい桜井さんと対戦です。仲いいよね。はい。マス仲いいよね。はい。もう壁あるじゃないですか。完璧に。いやでもなんか年明けだとか誕生とか細々連絡くれるんすよマスは。へえ。選んだ。あれこの間なんか連絡くれたよね。なんだっけな。この間はいお誕生日。よく知ってるよね人の誕生日。僕連絡先を交換させてもらった人は全員連絡誕生日登録してますの。いやいやそれすごいね。毎日誰かに連絡することになんない。そんなの。そうそう3日に1回ぐらいは大体。うわそうなるよね。すごいねそれは。さあニュースの2人が先輩嵐に挑みます。最初では参ります。ジャンピングシューターピンクからスタート。さあ1投目から両者2つともピンクボールだ。1つだけ入りました。上のゴールに入った。さあどんどんトランポリンを使ってボールを投げ込んで上のゴール下のゴール2つとも防いでいる。二宮さんナイスセーブ。連続セーブです。どんどんボールを投げ込んでいく。下のゴールに入っている。さあトランポリンを切り替えて上と下。桜井さん反応できない。さあ残りは30秒だ。このボールは入りません。おっとおっと2人の動きが止まっている。2人の動きが止まっているぞ。腰のあたりを押さえている。2人の腰の爆弾がどうか。このボールは入らない。明らかに動きが止まっています。残りは15秒。ボールが入らない。残り10秒です。さあ最後までボールを投げて届かない。ボールが届かない。残りは5秒を切っている。動きが完全に悪くなっている。ここで終了。そこまで。お助けジャパンチームの得点は170ポイントです。入ってた？入ってない。てか届いてない。本当？やっぱりこう嵐先輩なのかゴールちっちゃく見えるんですよね。なんか存在がでかいのか枠ないんすよ。でもまあそれは否定できないけど入ってはないよ。さあまずは松本さん全て押した上で何秒残せるかというのも大事になってきます。いい感じのペースで押していっています。
まずは左側の壁、その左を攻略していこうというこの指の先、30ポイントしっかり押しました。ここから右に移っていきます。ちょっとエレベーターとのタイミングがいませんでしたが、ここはなんとかこらえて、さあ右に移っていく。5ポイント10ポイント、さあ1番の難所があります。帽子が取れてしまいました。ちょっと時間を使いました。帽子を落とすという選択はありませんでした。さあそこの10ポイントを押して登っていきたいところです。ちょっと高橋さんよりは遅いペースでしょうか。さあどうか、登っていく、左手がかかった。高橋さんはこの時点でもう一番上のボタンを押していましたが、なんとか残った。30ポイントを押して、松本さんクリア。残りは60秒、この時点で55秒残りという挑戦になります。皆さん、さあまずはお台場のバッテンです。4つしっかり押したいところ。ここは足と手を使って押していく。そして顎の端っこの10ポイントも押しました。さあそして土管の中、一番深いところにボタンがあります。あ、土管の中はここで入っていきます。残り時間30秒、足で押した。おっと、土管の上は押したでしょうか。土管の上は光っていません。土管の中一つ押し忘れがあります。残りは15秒です。グリップは届いた。さあいけるか、さあいけるか。ここで残り5秒、二宮さん間に合うか。何秒、1対3、クリア。残り1秒で登り切りました。見せるね、さすがマジシャン、マジシャン。嵐チームの得点、土管の中一つ押し忘れがありました、390ポイントです。マジか。何だったの今の喜び。俺ら本当だね。残り1、あのニット帽、何あれ、何あれ、あれね。いや、ニット帽は投げ捨てでしょ、あれ。何必死でが被ってんだ。あ、取れたと思ったら、たまたまポサってここに乗ったのよ。いやいや、じゃあ被るから。あれもでかいよ、あれは。続いては特別企画、秋嵐。対するセクシーゾーンチーム、上のゴールを河合さん、下のゴールをマリウス君が守ります。河合さん、もう上のバーと同じ高さですよ。本当だ、上はね、抜かせない。手いらないもんね。ねえ、だって手広げたらもう半分ぐらいは防げるでしょ。いや、投げづらいね、これちょっとでかすぎますわ。だってマリウスだって大きいでしょ。僕はあの腕の長さでちょっと自慢したいっつって。自慢したい、自慢したい。あ、すみません、彼も日本語弱い。弱い。二人いるのね。そう、うちら変なグループだね。井上さん、どう攻略するか作戦はあるんでしょうか。いや、もうだから僕これちょっと初めてなので、あの松本さんの指示通り動こうとは思ってるんですけど。さっきちょっと打ち合わせしましたね。はい。でもできることなら、やっぱりこの背が低い僕が背の大きい河合さんを倒したいですね。おお。はい。絶対守る。ジャイアントキリング。それでは参ります、ジャンピングシュータースタート。1だ。さあ井上、松本は上のゴールを狙う。河合さんが今ナイスブロック。これはバレーボールのスタイル。マリオス君も頑張っている。さあ井上さんと松本君、まだピンクボールは使わないか。河合さんが転倒している。その隙に松本君が上のボールを狙う。さあ松本君がピンクボールを持ったぞ。これは河合俊一弾き返した。さあ井上さんがまだピンクボールを使っていない。さあお返しとばかりに松本君上のゴールを割っていく。マリウス君も随所にいいセーブを見せている。さあピンクを取ったぞ井上さん。これは河合俊一、ピンクは止める。真っ正面、素晴らしいディフェンス力。河合俊一、おっとどうした、少し体力が急に棒立ちになってしまった。さあ上のゴールを狙われている。井上さんは壁の前で倒れる。松本君がマリウス君に止められた。井上さんの最後のボールは上、そこまで。嵐チーム得点250ポイントです。素晴らしい。
結構河合さんとこが入ってたな。俺ピンクはね全部止めた。ね、2つ取りましたね。ピンクは。いや J がやっぱりすごい動きが良かったですね。井上さん途中からスローモーションにしました。すげえ一生懸命やったけど、ちょっと決めたんですよ作戦で。お互い上下上下交互に打とうと。なるほど。でどっちか一球が入ればいいんじゃないかという。ことでねえねえねえ気持ち悪い。マジか。ごめんジェイさん。ってなって。ジェイさんごめん。ジェイさんはそこでうちら二人になんで言うたち言わないんだよ。よかれと思って。そうなっちゃう。正直者が牙むいたし。けるな。それでは参ります。あ、やっぱ決めてない。え、どうする？とりあえずエルドレッドでしょ？エルドレッド。そんなルール。エルドレッドしか聞こえんから。え、尾形、じゃ黄色。大石原。嵐チームのピンボールランナー、スタート。安倍さんで待機。安倍さんで待機。安倍さんで待機。さあ名前を呼ぶという作戦でいきました。嵐チームは 20% 奥加護です。ここでもエルドレッドという名前が飛び交います。もう2つ入っている。さあそして3つ目、4つ目も入りました。順調に松本さんが箱の中にボールを入れていきます。さあピンクが来た。エルドレッドにピンクが来た。見事ゲット。全く焦る様子はない松本さん。焦らずにボールを集めていきます。阿部、いろいろな名前が出てくる中でずっとエルドレッドの前にいる松本さんです。ここは一つピンクのボールを逃しました。やはりエルドレッドにボールが集まってくる。レフトエルドレッドにボールが集まってきます。どんどんとここはカゴにボールを入れていく。残りここで10秒。さあラストのピンク取れるか。3つ目のピンクは取れませんでした。エルドレッドさん、さあ最後のボールはどうか。安倍さん、そこまで。うわー、行かれた。アラシチームの得点、ピンクボールも1つゲットしました。120ポイントです。ちょっとやっぱりやりづらいよね。俺も考えるし、風間も言ってる時、エルドレッドさんみたいなが入るから、やっぱり一回考えなきゃいけないからちょっと遅くなりますね。という中では取ったと思うけどね。風間的には指示はどうだったの？なんか俺の指示を聞いてる純くんっていうのがものすごい新鮮でした。そんなこと思いながら言ってた。よく言えた。今までそんな立場になったこと一度もねえ。幸せな一分間だね。今夜の VS 嵐クイズ。その昔風間くんと一緒にジャニーさんに怒られたメンバーはという問題でしたが、ジェイさんはそこでうちら二人になんで言うたち言わないんだよ。というわけで正解は黄色でした。続いては嵐チームの攻撃。シューターは綾部くんと松本くんです。やったー。対するバレーボール全日本女子チーム、上のゴールを大林さん、はい、下のゴールを山口さんが守ります。松本くん、はい、綾部くんとのコンビということですが、はい、いやさっきねアスリートのお二人がこう挑戦してあんだけ辛そうだったわけですよ。綾部さん本当に大丈夫なのかなっていうね。大丈夫です。綾部さん動いてるんですか普段？普段はあんまり動かないです、はい、私も今年38であと2年で40になりますんで。マジか、はい、でも綾部さんは高校時代野球部で、うん、その地元の新聞に載ったこともあるらしいですよ。なんで、なんで載ったの？茨城で一番ちっちゃいキャプテンって記事だよそれ。そんなこと言わないでいいんだよ。さあ対するキーパー下のゴールですが、監督山口さんを選んだ理由は？山口はね一番テクニックがあるんですよ。え、テクニック、テクニシャンです。テクニシャン、なるほど。もうノールックで投げるぐらいしないとダメですね。ノールックでだからこう飛んで。山口さん、作戦で来るそうですよ。はい、全部飛べます。あ、悪い、負けないぞ。それでは参ります。ジャンピングシュータースタート。おっと、いきなりノールック、全く違う方向。松本君のシュートは強烈に決まる。さあ大林さんが止めることができない。
度は下を狙ってきた。山口さんも止められない。ちょっとタイミングをずらして、今度は上のゴール、2人揃って決めてきた。大林さん一つは止めたが一つは決められる。しかし大林素子だんだんいい動きになってきた。これは大林素子ナイスセーブ。大きな体で連続ブロック。さあ山口さんはボールを割られた。悔しそうにボールを足で蹴ります。さあ大林さん横跳び、残りは10秒。綾部つかんだか。さあ次が最後のシュートになりそうだ。上下2人とも止めた。そこまで。どうですか嵐チームの得点230ポイントです。